するしない。どうも、稲田彦です。今回は国際ホテルレストランショーという展示会ですね。こちらの太陽技研のブースに来てみました。そこに我らの大好きアモスの卓も展示されてるということで、見て展示品を、じゃじゃーん、スケルトン、昔の言葉で言うスケルトン。これね、最近太陽技研のツイートでかなりのねリツイートついてましたね。どんな風に積まれてるんだっていうのが分かっちゃう透明なアクリル板なんですけど、ちょっと動き見てみます。まず行くよ、ちょっと見てて、行くよ、みんなで落としちゃいます。なかなかこんなね透明で見れることないからね。行くよ行くよ、見て、青が上がりの中が混ざりのつまれーの、これ見えながらやるのもちょっと面白いよね。もう今なんか3万入っていったねみたいな。見てください、これ磁石の力ですよね、積まれてるのはね。はい、マジスムーズ。これうちと同じ JPGX ちゃんなんで、本当に静かでいい子に、こうやって、あ、1個多かったみたい1個多かった、あっち足りなかったみたい。はい、完璧です。今回は業者様向けということでレンタル開始しました。だからホテルや旅館ですよね。そうですね、麻雀部屋だったり、はい、なんか客室に卓1個置きたいなってなったら貸せるよってことです。そうですね、旅館さんからすると買うのはちょっと高いなとか、ね、本当に日向さんにおっしゃっていただいたように繁忙期だけ増やしたいなとか、柔軟に時期を入れ替えたりとかできるので、レンタルどうかなということで今回展示させていただいてます。なので今日は一日こちらのお手伝いをさせていただきたいと思います。よかったら構造を見ててください。レンタルも始めまして、買えない方はよかったら次代に持ってきてもらって、1人2500円払えばいけるんじゃないですか。この価格より安いんですよね。そうですね、裏のここから10万ずつぐらい安いこれよりも全然安くなってるんでよかったら。そうなんですよ、お家でもすごい音が静かになっているのでマンションで使っててもクレーム来ないです。どうですか、映りやすいでしょですよね、大きさも重たさも、あと絵柄もすごく見やすくないですか。今ならなんと24万8000円、安い、買いますか。でもじゃあ仲間をまず説得しに行かないと、ね、あれがいいよね、これこういうのはね、社員に。そうなんですよ、会社にあったら一つあれば、会社に一つ置いてほしいんですよ、そのセリフ欲しかったやつ、ね、買ったら覚えてください。今回展示しているレンタルサービスなんですけど、今まではですね販売だけだったんですけど、ホテルとか、会社さん向けにレンタルサービスを始めました。おー、それはどういうことなんですか。ですね、月額が7800円からレンタルできますというふうにしてまして、そうなんです、買うと正直24万8000円するので、ホテルさんとかだと本当に借りて反響があるのかなとか、台数ずっと置き続けるのは難しいけど、夏休みとか年末年始とか団体のお客様とかね、そうですね、来るような時期に置きたいっていう、はい、集客の目玉にしていただいたりとか、あとは売り上げの向上に役立てていただけたらということで今回レンタルサービス始めました。
フィノタさんが、持っていただいている JPEX が9800円で、JP2 が、7800円になっています。はい、すごいですね。はい、オフィスでもですね、福利厚生の一環でコミュニケーションを深めていただいたりとか、麻雀部の活動とかに役立てていただけたらなと思います。皆さんもぜひご自身の会社でご検討ください。はい、よろしくお願いします。太陽技研のブースは他にもペットボトルから生まれたエコ食器リバーっていうね、要は今社会問題になってるペットボトルだったりいろんなゴミですね、そういうプラスチックのゴミを再利用しましょうっていう太陽技研でやってて、その製品が生まれ変わったこの食器たちです。信じられないでしょ、これリサイクルの力なんですよ。そのね、こんな商品だよって書いてあるんだけど、電子レンジも食器洗浄機も使えて、このリサイクルペットボトルがですよ、こんなにおしゃれな、こんなに可愛いお皿に生まれ変わってるんですね。はい、そして今小さい方のクレープも焼き上がりました。ご覧ください、こんがりきつね色に焼き上がってます。はい、前から見たの誰やったの。これよかったら6目これがペットマークで作られた。なんかね、プラスチック製品ってなんかこう、なんだろうな、安っぽくなっちゃったりするじゃないですか。でこれね、マジ重厚感の色合いあって普通に欲しい、普通に欲しいんですけど、本当に最近すごい流行ってるカラーですよね。そうですね、アースカラーでナチュラルな感じ。いや本当に商売上手。いやこれはいいよ、普通に欲しいです。これもやばくない？めちゃくちゃおしゃれですよ。最近器が好きで、いやーやばい、この色めっちゃ可愛い、めっちゃいい、いやいい、これもおしゃれですね。え、こんな綺麗に切って再現できるんですか、模様で。白い方が白樺をイメージして、こっちがヒノキをイメージして、これは紀州塗りで特別なあの職人さんの技になってます。この木目を出す塗り方が。あ、すごい。今さ流行ってるんですよね、このトレーの一皿ずつワンプレートでね乗せるの流行ってるんですよね。めっちゃいいじゃん。あ、